ハライチの二人は小学から中学まで一緒で、岩井は澤部のことを相撲が強くて計算ドリルが早いやつという印象だった。ちなみに澤部は岩井のことを面白い感じのやつという情報はなんとなく入ってきてたと語っている。下積み時代はバイトで生計を立てていたが、全くバイトが続かなかった。バイト先の中には地元の一番よく使うスーパーもあったが、一日で辞めてしまったため気まずくて行けなくなった。相方の岩井曰く、澤部も好きって人はいるが、澤部を一番好きという人はいない。胃が痛くて人間ドックを受けに行ったら、胃が綺麗ですね、こんな綺麗な胃見たことないと言われた。若い頃の妻とのメールのやり取りを見返し、若い女の子と不倫している気分になり疑似不倫をしていた。